皆さんこんこにちはただいまよりクロージングセッションを始めさせていただきます。 明日へつなぐ血液がん治療このセッションでございます私は司会を務めます、キャンサーネットジャパン理事のアナウンサーの中井美穂と申します。えー、昨日、今日と開催されております、この血液がんフォーラム2023、クロージングセッションとなりました、最後まで皆様にお役に立つような情報をお届けできればと思っております。このセッションでは、血液がんフォーラム2023の締めくくりといたしまして、血液がん治療の歴史、そして血液がんの治療が どのように進展して発展してきたのか、また、今後どのような治療の進歩が予想されるのかなどについてお話を伺わせていただきます。お越しいただきましたのは、日本赤十字医療センター赤十字社医療センター血液内科部長の石田忠夫先生です。石田先生のプロフィールは血液がんフォーラムのサイトをご覧いただければと思います。石田先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい なお、ズームのウェビナーで視聴されている方は、ライブ配信中に質問していただくことが可能となっています。石田先生にご質問のある方、視聴ページのズームウェビナーよりお入りいただきまして、視聴画面の Q&A からご質問をお寄せください。 それでは、お待たせいたしました。石田先生から、まず、ご講演を。はい、はい、いただきます。お願いいたします。はい、それでは、皆さん、あの、このセミナーに参加していただきまして、ありがとうございます。日本赤十字社医療センターの石田でございます。早速ですね。あの、講演を始めさせていただきます。 これはですね、今回の血液がんフォーラムで取り上げられた、オンディマンド配信される疾患ですが、小児の急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、成人の急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、多発性骨髄腫、リンパ腫、 中垂神経のリンパ腫ですね、原発性マクログロブリン結晶移植と感染症、骨髄形成症候群、綾世代の血液がんということでございますが、あの全部をですねあの詳しく取り上げるわけには時間の都合上いきませんので、あの代表的なものをですね取り上げてディスカッションさせていただければと思います。まず、ですね悪性リンパ腫についてお話しさせていただきます。まず大きくあの悪性リンパ腫を分けるとするととすすでねの 保持金リンパ腫と保持金リンパ腫に分かれます。そして、非保持金リンパ腫は b 細胞性リンパ腫 t 細胞性リンパ腫 nk 細胞リンパ腫に分かれるんですね。ただこれだけ見ると意外とですね。悪性リンパ腫って簡単に分けられますね。っていうことになるわけですが、実はですね。 この WHO の4班2017年版の B 細胞リンパ腫はです、ね、なんと37種類あるということなんですね。で、まあ、最も多いリンパ腫はです、ね、この微慢性大細胞 B 細胞リンパ腫でありまして、これが全体のです、ね、3分の1ぐらいということです。他に、路傍性リンパ腫も意外と多い疾患でございます。次に T 細胞、NK 細胞リンパ腫に関してもこのように多くありますね。 でまあ、日本で有名なのは成人 T 細胞性白血病リンパ腫でございまして、これはウイルスですね、HTLV1 ウイルスによって起こるということですが、最近ですね、あのこの感染しているお母さんの母乳を止めることによって、子どもさんにうつらなくなりましたので、あのどんどん減っている疾患でございます、他に末梢性 T 細胞性リンパ腫、血管免疫学級性 T 細胞リンパ腫等があります。 ただです、ね、これはあの第4版なんですけれども、第5版がです、ね、2022年に出まして、さらにです、ね、歯間が多く細かくです、ね、分類されているという現状がありますで。先ほど大きく分けたこの3つの分類にしますとです、ね、ホジキン病が一番用語が良いと、次に B 細胞リンパ腫、そして T 細胞リンパ腫はです、ね、なかなかです、ね、治療が、効果が得られていないというのが現状でございます。 ただ、ですね、同じリンパ腫の中でも、ですね、あのこの予後を 予測する因子がいくつかありまして、例えば一番多い、美満性大細胞型 B 細胞リンパ腫でも、この点数付けによってです、ね、非常に良い群、ベリーグッド、グッドの分、プアの分にしますと、これだけです、ね、5年の予後が変わってくるということで、まずどの疾患であるかどうかということがまず非常に重要ですし、そしてその疾患の中でもです、ね、あの進行しているのか、進行していないのかという、こういうハイリスクの因子で,です、ね、予後を予測することも重要になってくるということでございます。 そしてこれはですね、各種悪性腫瘍に対する化学療法の有効性ということでございますが、右に行くほどですね抗がん剤が効きやすいということです。なおかつ、一旦効いてもですねすぐ再発してしまうんであれば治らないということですね、で治癒になりやすいのがこの上ということで、このこ,こが一番いいわけですが、ここにですね急性骨髄性白血病。 悪性リンパ腫、ちょっと下にですね、急性リンパ性白血病があるということで、まあ、血液の疾患ですねあの、発症は劇的なんですけれども、非常に治癒する可能性が高い疾患というのも特徴かなというふうに考えております。ありがとうございま,すまず、悪性リンパ腫についてのお話を伺いました。はい、何にびっくりしたかというと、その種類の多さなんですが、はい、これだけ種類が多いということは、診断がつくまで非常に難しいということですね。あの、 組織を取って顕微鏡で診診断断をつけないと診断にならないいとにらんですね、はい、でまず組織を取るのに外科にお願いして術場を決めて取るとでそれを病理に出すんですけども病理もですねあの2週間ぐらいかかるんですよでなおかつですねあの非常にです、ね、あの分類が難しい疾患がありまして、はい、中にはですねあの確実にこれだった言えないでこれかこれみたいな感じでですね、うん、あのなかなか確定診断が難しい疾患もあるというのも現状です。はいはい その場合の患者さんの心理的な負担みたいなものっていうのも大きいかと思うんですけれどもそれでですね、生検、はい、してから診断するまではあの時間はやっぱり2週間、絶対かかっちゃうので、うん、できるだけ早くですね、はい、もうリンパ節されてきましたったらすぐ外科医に電話してですねできるだけ、はい、早く生検してもらってできるだけあの病理を早く出すと。 であの病理の診断が難しい場合はです、ね、あのまた専門のリンパ腫、はい、専門の病理の先生もいますので、そこに送ったりもしてです、ね、できるだけあの正式なあの診断名をつけて、治療を開始するということが重要かなと思っておりますこれだけあると、正しい診断を受けるにあたっては、やっぱり専門医にいち早くかかるということが重要なんですね、はいはいはい、あとですね。 風邪でもちょっとリンパ節腫れるんですよ首とか、はい、それでですねあのちょっと腫れて心配で来る人もいるんですけども、うん、一応首だけのリンパ節であれば2センチになるまではですね、はい、あの整形しないということでそうでないと風邪ひいた人みんな首切られてるそうですよねなってしまいますので,です、ねはい、あのちょっとしたリンパ節の支障はですね、はい、特に風邪ひいた後熱が出た後のリンパ節はあの他の全身症状がなければあんまり心配しすぎる必要はないかなと思って、はい、じゃあそのあたりはかかりつけ医のお,お医者さんにまず行って、はいはい、そこで あのより専門的なところに行って言われたら行く。はい、そうでなければ、まあ、はい、控えていくっていう形、ね。いあとですね、リンパ腫の場合はですね、腫瘍マーカーっていうのがありますので。腫瘍、はいはい、マーカーを調べると、あの、ある程度鑑別もつくので、まあ専門の病院に、はい、あの。行って相談するのが一番かなと思っております。はい、ありがとうございます。では続いて、はい、はい、お願いいたします。はい、次はですね、慢性骨髄性白血病についてお話しさせていただきます。 これはです、ね、白血病の歴史ということで、えー、ゆっくりとちょっと説明させていただきますが、まずです、ね、あの血液の病気はです、ねえー、顕微鏡で見て診断をつけなきゃいけないので、顕微鏡がない時代は診断がつかなかったということなんですが、顕微鏡がです、ね、1700年前後ぐらいに、えー、作成されまして、 そこで、えー、顕微鏡を使ってですね、生物の最小構成単位を発見し、細胞をセルと名付けたというところから始まるわけですね。そして、えー、慢性骨髄性白血病らしい報告が最初に行われたのは、1827年、フランスの先生が報告しましたが、 この方はですね2年の経過で死亡した63歳の男性で、花屋でレモネード売りというふうに記載されております、それで冒険というのはですね亡くなってから解剖することでありまして、巨大な肝臓の主題と脾臓の主題が認められたと、で血液は濃い熟成停止、やや黒みがかって、農用であったということで、多分これはですね白血球が異常に増えていたので、このような。あの 記載があるのではないいかという,ふうに考えておりますそして、顕微鏡を使って初めて報告されたのは1839年ですね、で、血球の半数以上が、えー、脳球であったということで、これは多分白血球がです、ね、異常に増,増加していたということではないかと思います。そして、ここまではです、ね、目で見て異常な組織というと、肝臓が腫れている、脾臓が腫れている、リンパ節が腫れているということなので、まあ、そこが原発の白血病というふうに名付けられたんですね。 性性白白血血病病リンパ性白血病ところがですね、このニーマン先生は、ですね造血の場が成人では骨髄であるということを報告しまして、さらにですね、これ以外に骨髄性白血病の存在がですね、1880年に分類されたということになるわけでございます。一方ですね、あの最初に、あの英語で白血病リュウケミアというんですが、その名前が最初に使用されたのは、1847年というふうにされております。 そしてですね、ただ正常の細胞と異常の細胞を見分けるのはあの肉眼だけではなかなか難しいということでありまして、いろんなこの染色ですね、えー、ギムザ染色とかペロオキシダーゼ染色、これらの染色が使えるようになって、ですね、骨髄性白血病、リンパ性白血病の鑑別ができるようになった、それをはですね、1909年から1926年のことということです。ただこの間でですすね、ね。何も治療薬は出てきてきいなんん、ね、年、抗がん剤。 1>, 1つ、マスタードですね、そして1961 9年6年、関細、造血幹細胞の発見ということで、これはですね1つの細胞から白血球、赤血球、血小板に分化できるということで、ですからこの細胞をですねあの大量の抗がん剤を入れた後戻してあげれば、それがですね造血組織になるということで、まあ、貴重な発見でございます。 そしてこれがです、ね、1979年の骨髄移植につながるということでございます。もう一つ重要な発見はです、ね、1975年のモノクローナル抗体作成の成功ということで、まあ、今、皆さん使われているリ,ツリンパ腫の方はリツキシマブとかです、ね、あの多活性骨髄腫の方は、えー、ダラツーマブ、エロツーマブ、サークイサ等ですね、あのいろんな薬はこのモノクローナル抗体作成の技術を 利用してでですすね作られた薬ですでなおかつ、ですねこれはですね例えば先ほどリンパ腫がたくさん種類があるということをお話しましたが、それを鑑別する意味でも、ですねその使用が発現しているタンパクに対する抗体を作ると、そのこのモノクローナ抗体を使用することによって、えー、診断もですね、えー、非常に正確にできるようになったということでございます。でこれがですね、えー、慢性骨髄性白血病の時代別の予後の改善ということになるんですが、 私が医師になったのは1984年なんですけども、その当時はなんとです、ね、10年生存率は8%だったわけですね、それがですね1983年から1990年35%、1996年から2000年は68%ですねで、直近は92%ということで、あの 非常にです、ね、あの治療効果がです、ね、出ていいるということでございますでこちら左側はです、ね、あのドイツの,です、ね、あの成績なんですけど、これ右側はアメリカの成績ですけれども、アメリカも見てもです、ね、これ、一番あの重要なところ、ここですね、1975年以前とです、ね、この1990年までは全くです、ね、予後が改善していなかった、でそこからです、ね、急激に予後がだんだん改善していると。 いうことでございますそれではですねなぜこのようにですねあの急激に予後が改善したのかということなんですけどもこれ右側の図を見ていただくとこれがですねいろんな発明ですねでまず先ほどお話し,しましたように 1850年前後で白血病の疾患概念が報告されました、そしてですねこの慢性骨髄性白血病の患者さんにフィラデルフィア染色体があるというのをですねフィラデルフィアの先生が1960年に報告したということです、ただこの染色体が何をしているのかは当時、全く分かりませんでした、でその後、ですね1980年近くになってですね9番目の染色体と22番目の染色体がくっついているという。 まああの点座というんですけどね、それが分かったと、ただ点座して何をしているのかも分からなかったわけですね、それが1990年手前になって、これ、遺伝子がくっついているってことが分かったんですね、BCR と ABL の遺伝子がくっついているということが分かった、ただ、これが何をしているかはよく分からなかったんですけれども、2000年あのごろですね、この 遺伝子が2つくっつくことによって増殖のシグナルが入っているということが分かったとその基準まで分かったということなんですね。で一方こちらがですねあの治療薬でございますが1860年代にヒ素が初めて使われ始めまして、えー、1960年少し手前にですねブスルファンが導入され1970年手前にハイドレアそして1970年後半にですね、えー、骨髄移植。 そして、1980年代にインターフェロン。ただ、この1990年まではですね、そんなにすごくですね、予後は改善してないんですね。ですから、これらの治療薬は、まあ、これぐらいは改善しましたけど、これが限度であったわけですね。ところが、この BCR エイブルのシグナルをストップさせる薬が開発されまして、この2000年以降、急激に予後が改善していたと。 で、一番最初にです、ね、開発されたのはこのイマーチニブで、第1世代と言われております、で、第2世代がダサチニブ、ニロチニブ、ボスチニブ、第3世代がポナチブ、で、つい去年ですね、このアシミニブという新しい薬も開発されたということで、さらに予防、ね、が改善しているということでございます。 でこれがです、ね、9番と22番の染色体がくっついているということなんですけれども、この9番にエイブルという染色体がの遺伝子が載っておりまして、22番に BCR が載っていると、それがです、ね、点座くっつくことによって、えー、シグナルですね、増殖のシグナルが入って、えー、細胞がです、ね、どんどん増殖していくということになるわけでございます。で一番最初に出た これがイマチニブでございますね。そして、その基女がですね、BCRA ブルというのは、チロシンキナーゼというあの細胞を増殖させるシグナルを出すということなんで、そこでですね、どのような基女でシグナルが入るかというと、ATP がここに結合するとですね、増殖のシグナルが入るということが分かったわけですね。そうすれば、ここにですね、結合できなくしてやれば、この細胞が死ぬんじゃないかということでですね、いろいろですね、あの構造式を考えて作ったイマチニブがここにスポット入ですね。 そうしますと、この ATP が入れないで,です、ね、刺激が入らないで、白血病細胞があの死んでいくということで、まああの、非常に治療効果が出たという薬で、この発見以来です、ね、昔はです、ね、あの同種骨髄移植をしないとあの助からなかった病気はです、ね、これはです、ね、もう最近はです、ね、健康診断で、白血球が増えてきましたで、遺伝子を調べて、9番、22番の点座があります。そしたらです、ね、この薬をです、ね、処方するだけで、 入院もせずにです、ね、長期間、あのほぼ正常の人とです、ね、同じ生存期間が得られるようになったという、まあ、非常に素晴らしい薬ではないかというふうに思います。そして第2世代、第3世代、そしてさらに、えー、去年の5月にです、ね、アシミニブも出たということでございます。でこれはあの日本のデータで木崎先生が報告したんですが、日本でもです、ね、7年の生存率が非常にいいということで、これらの薬剤を使うことによってです、ね、非常に予防が改善されていると。 ただです、ねあの、健康診断とかそういう検査を全くしないで,です、ね、かなり進行してから見つかる場合もあるわけですね、で1年に1回調べてればです、ね、あの白血球がちょっと増えた段階で見つかって、慢性期の人は非常に予防がいいと、ところがあの5年もです、ね、健康診断に行っていないとです、ね、まれにです、ね、白血球が普通はあの5000から8000ぐらいの人が50万とかです、ね、そんな状態で見つかるようなこともありまして、そうしますとですね、 急性白血病になる手前の移行期とか、ですね、急性白血病になってから来てしまうと、ですね、先ほどの薬も十分効かないということで、まあ、1年に1回のですね、血液検査はあの早期発見に非常にですね、重要ではないかというふうに感じております。あそれででですすね、ね、もう1つあの重要なことはです、ね あの先ほどの開発された薬をです、ね、2年間以上投与してです、ね、深い走行が得られて、さらにです、ね、1年間、その治療を継続した人をです、ね、治療を中止したという報告です、そうしましたところ、まあ、半分の人はです、ね、再発したんですけれども、あの半分の人はです、ね、5年経っても再発しなかったということでありまして、将来的にはです、ね、治る症例もです、ね、あの一定頻度あの出てくるのではないかということが期待されております。 以上ですすありがとうございまずいぶん劇的な変化があったんですね、うんうん、このあと薬の歴史を調べてみると、うん、自分がその薬を飲むときに、やっぱりそのイメージできるというか、うんうん、どうやって自分の体内で働いてくれるのか、うんうん、そのことって結構重要だなっい今、お話を伺って思いました。はい、それでですね、はい、あのー HIV、エイズの薬もそうなんですけれども、はい、薬をきちんと飲むことがです、ね、非常に有効性に関わっているんですね、はい、ですからこう、飲み忘れたりするとです、ね、血中濃度が下がるとです、ね、耐性になった細胞が出てきてしまうんですね、はい、なので、効く薬なんですけれども、きちんと毎日忘れないで飲むということと、はい、やっぱりあと、若干です、ね、その薬が合わない人がいるんですね、はい、例えば肝機能が上がったり、下痢をしたりとかですね、そういう人は、この薬の種類がいくつかありますので、はい、自分に合う薬を見つけていくと。 いいううこととが重要かなというふうに考お話ありましたあの先ほどの悪性リンパ腫の時にに、ねうん、伺えばよかったんですけれどもあのご質問をいただいておりましてそのリンパ腫の治療で今後期待できる治療法悪性リンパ腫に関しては何かありますかというご質問をいただいておりましたので。はいはい、ありがとうございました、はい それでですねあの、特に B 細胞リンパ腫に関しましてはですね、はい、あの後ほど骨髄腫のところでもお話しするんですけどカーティ療法というですねあ、はいあの、患者さんのリンパ球に遺伝子を入れて、えー、それを増幅させて患者さんにまた戻すんですけれどもそうするとそのリンパ球がですね、腫瘍のところに行って、はいえー、そのリンパ球が増幅し,してがんをやっつけてくれる。 遺伝子免疫療法の最先端、それがあのできるようになってきています、あ,<ー>あとです、ね、もう一つ、今年あの使用できるようになった二重特異性抗体というのがありまして、はい、それは腫瘍、ね、にくっつく部分とリンパ球にくっつく部分を持っている抗体なんですね。うん、なので 腫瘍のところに行くといい、これまでのリツキシマブのような抗体の作用とです、ね、はい、なおかつリンパ球をおびき寄せる免疫作用を増幅する作用、2つある、はいまあ、カー r −ンに結構近い薬ということで、それらが使えるようになりましたので、あのリンパ腫もです、ね、かなり、はい、あの治療効果がです、ね、あの改善されて、治る患者さんが多くなるのではないかと期待しております、はいはあ、すごい心強い、このご質問を寄せてくださった方が、40歳代の女性で、あの患者のご家族の方からいただいた質問なんですけれども、<laughs> はい、今のね、先生のお話が。はい ありましたので、ちょっとこう明るい気持ちになっていただければと思います。はい、ありがとうございます。では続いては多発性骨髄腫についてのお話をお願いいたします。はい、はい、それではですね、多発性骨髄腫のお話に移らせていただきます。え、これちょっとあの細かくて申し訳ありませんが、多発性骨髄腫というのはですね、その前癌病変のようなものがありまして。 これちょっと名前長いんですが、異議不明のタンクロン性ガンマグロブリン結晶、エムガスとも言いますが、まあ、使用細胞が非常に少なくてです、ね、異常なタンパク、このース細胞というのはです、ね、皆さんワクチンを打つと抗体ができたとかよく言いますよね。その抗体を作っている細胞なんですよ。ですから本当は、ね、あの感染症を予防するい、e、い細胞なんですけれども、それががん化してです、ね、異常なタンパクを出すと。このタンパクはです、ね、抗体としての役割はなくて、あの 何もいいい働きはしないんですねでこのタンパクがです、ね、こう繊維状になってアミロイドになってくっつく場合、これはです、ね、あの一部の人しかならないんですけれども、このようにアミロイド脂質を発症した人はこれは治療すると、ただそれ以外の人はこの段階では治療しません、でこの段階の人はです、ね、1年に1%しか骨髄腫にならないと言われているんですね、そうしますと10年経っても90%の人はです、ね、多発性骨髄腫がんになっていないんですね。だだからこけけ早く見つけたと言って 仮に治療したとするとですね、10年後90%の人はがんになってないのに、抗がん剤の副作用を10年ですね、あの苦しんでしまうということなので、まあ、この段階では治療しないということですね。で、薬型骨髄腫の方、これはもうちょっと腫瘍が増えてですね、N、異常なタンパクが増えた段階です。この段階になりますと、1年に10%の人がです、ね、多発性骨髄腫なんです。ただですね、5年で50%ですから、 5年経っても50%の人はまだ骨腫瘍にならないわけですね。ですから、この方たちも今の段階では治療は進められていないということでございます。 で、多発性骨髄腫になると治療開始なんですけれども、だんだん腫瘍が増えてきますと、この異常なタンパクが増えてですね、このタンパクがですね、あの腎臓の尿細管に詰まってしまってですね、腎障害を起こすことがあります。で、治療開始ですね。あと、骨髄の中で腫瘍が増えますと、正常の造血があの妨げられますので、貧血なんですね。貧血になった患者さんも治療開始です。あと、あのこの骨髄細胞はですね、おもい機能がありまして、 えー、骨の中の破、ね、骨細胞っていう骨を溶かす細胞をです、ね、どんどん増やすんですね。そしてその細胞をどんどん増やすと、その細胞からまた刺激をもらってです、ね、両者がです、ね、お互いに増殖させてです、ね、骨折を起こしてしまうということなんですね。で、あのー、一般的にはです、ね、診断時に50%の人があの骨折を起こしているということが言われているんですね。で、こういう状態になったときに治療開始です。ただですね 骨折になってから治療開始とかですね、腎不全になってから治療開始ではちょっと遅いんではないかということで、最近はですね、あのスリムというですね、もうちょっと早めに治療しましょうというあのガイドラインになっておりましてあの、もうちょっとですね、早めの治療が推奨されるようになってきたというのが現状でございます。で、これが薬なんですけれども、これ、2006年から新しい薬が出てるんですけど、逆に言うとですね、 2005年まではで、ね、何ら進歩がなかったんです、その期間、なんと30年です、30年間です、ね、メルファランとプレドニンの経口、まあ、剤なんですね、ひ、まあ、月に4日だけ飲む薬で、治療はです、ねまあ、簡単なんですけれども、治療効果は限られていたと、でなおかつです、ね、もう30年間です、ね、いろんな薬がです、ね、MP 療法にです、ね、挑んで,です、ね、勝てなかったということで、30年、一切進歩がなかったと。 ところが2006年からこのように多くの薬が開発されたということです、もう一つ注目すべきはです、ね、この米国で承認された時期と日本で承認された時期ですね、えー、ボルテズミブに関しては3年の遅れですね、でレナイドミドはです、ね、5年も遅れてたということです。 この当時ね、あの私たちはもう非常にですね、残念な思いしました。アメリカではですね、もうレブラミドもボルテツミも使えるのになんで日本は使えないのかということで、まあ、患者さんも非常にあの大変だったと思うんですが、ところがですね、こっちの後半見ていただくとですね、約1年遅れぐらいでどん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 承認されている、これに関しては同じ年に承認されているということでありまして、まあ、これをドラグラグというんですが、それがどん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 縮まってきているんですね。それはなぜかと言いますと、すべての薬がですね、 臨床治験といって。 であの承認される前に実際使ってみるんですね使ってみて効果が出たということで初めて承認されるんですけれども昔はです、ね、全世界の開発時の試験に日本は参加していなかったんですねそうしますとアメリカで承認されてから日本でそのあの研究をやり出すわけですねそうするとやっぱりこれだけ3年とか5年の遅れを取ってしまうということなんですが今はです、ね、その全世界の臨床試験に日本も加わってますので全世界が承認されたときのデータで厚生省に提出するという形です のでそんなに遅れなくなったということで、まあ,あの聞いていらっしゃる皆さんの中には、です治、ね、験参加あのされた方もあると思いますけども、それがですねあのこの承認、早期の承認につながっているということでございます。で、この中で,です、ね、特に最近出てきたこの薬ですね、先ほどお話したあのリンパ腫のですね非常に有効な治療、カーティ療法というのもですね、 ただですね、もう一つはですね、えー、承認はされたんですけどまだ使えない状態であの、アメリカでは使えるんですが、あの将来ですね、えー、もう一つのカーティ療法も使えるようになることを期待したいなと思っております。で、もう一つがですねあの、アメリカではもう使えるようになった、先ほどリンパ腫も効きますといったあの二重特異性抗体ですね、これは腫瘍とリンパ球にくっついて、 えー、抗体の作用とリンパ球の作用、その2つで,です、ね、あの使用を抑え込むということで、このです、ね、カーティーというのはです、ね、今、アメリカにでしか作れないんですね。 ね、患者さんのリンパ球を取ってアメリカに送って、アメリカにつで作ってまた送られてくるということで、2ヶ月ぐらいかかるということと、なおかつですねアメリカがですねアメリカの患者さん、ヨーロッパの患者さん、日本の患者さん、全部のカテを作ってるわけですね、そうすると、あの作る量に限度があるわけですね、そうするとですね希望する患者さん全体がですねこの治療を受けれないと、一方、ですねこの二重特性抗体はもうできたものですから、こちらはすぐ使えるということですので、まあ,あの 希望する患者さんすべてに使えるようになるというふうに期待していますので、まあ、そのこの2つの治療がです、ね、あの将来、患者さんの予防をさらに良くするのではないかと期待しております。でこれがです、ね、あのその先ほどお示した薬は、短剤の薬で承認されていますけれども、実際使うのはです、ね、大抵3つぐらいの薬を合わせて使うんですね、そうするとすごく組み合わせがたくさんあると。 といいうことでございましてこの特に2015年以降です、ね、これだけ多くの薬がです、ね、再発患者に対する治療として承認されたということで、再発した骨粒子に関しましては18種類ですね、で新規の骨粒子患者に関しましても6種類が承認されたということで、たくさん選択肢はあるんですけど逆にです、ね、どの薬を選ぶかということがです、ね、非常に難しい時代になったということも事実でございます。 でえー、それではです、ね、骨髄腫の治療はどのぐらい改善したのかということなんですが、これはです、ね、スペインのデータなんですが、えー、1980年から1990年です、ね、私が医師になった頃はですねあは、スペインのデータでは、あの平均生存期間中央値が22.4ヶ月だったんですね、それが2001年から2010年に37.4ヶ月、そして、えー、2001年から2010年が61.8ヶ月。 そして2011年から2020年が103か月ですね。で、多分この2020年から2030年、まだ出てませんけれども、もっと上になるだろうというふうに予想されております。それでですね、一つ問題はです、ね、この解析で,です、ね、70歳以下の人は非常に多いんですね。 直近はです、ね、127ヶ月になっていますね。ところが、70歳以上の患者さんに関しましては、直近でもで、ね、32.4ヶ月ということなんです。ただ、現在治療している私の感覚としては、これよりさらにです、ね、非常にもっと予後はいいというふうに感じはしております。で、その原因ですけれども、その最初の治療ですね、まあ、導入療法というんですけれども、それにです、ね、先ほど開発された新薬を1つも使ってない時代はです、ね、42ヶ月だったわけですね。 生存期間中央値それがです、ね、1剤使った場合はです、ね、61ヶ月に伸びると、で今現在の治療はです、ね、2剤含んでますので、2剤使った治療をです、ね、した場合は143ヶ月ということでございますので、10年以上というデータが出てきてますので。 今後はさらにですね改善することが期待できるのではないかということですね。ですから先ほど、ですね71歳以上の成績がちょっと悪かったですが、71歳以上でもですねこの新規薬剤を2剤以上使用しますと、ですね101ヶ月ということで、かなりですね予後が改善しているということが報告されております。で これはですね、ちょっと古いデータで2018年のデータでございますが、昔はですね、新薬がない時代は、やはり移植できる患者さんは非常に用が良かったわけでありまして、その移植を行った患者の長期経過観察の結果が報告されております。で、20年ですね、20年生存した人が14.37%ということですね。で、今ですね、今の新しい薬を使った人たちはですね、もっとですね、あの、 効果が改善してますので、もっとこれがグラフが上に行くというふうに感じておりますので、かなりです、ね、長期間、あの疾患をコントロールできる時代になったのではないかというふうに感じております。ただです、ね、同じ患者さんでであってもですね あのリンパ腫の時のようにですね、同じタイプの病気であっても、やはりですね、あのいろんなあの予防因子がありまして、例えばですね、最近よく使われているのは染色体ですね、フィッシュ検査でですね、染色体異常を調べるんですけどこの17番目の染色体が欠けていたり、これはですね、17番目の染色体の上にですが、ね、ん抑制遺伝子が載っているんですね。ですからそれが、あの 亡くなってしまうとです、ね、がんを抑制する力が弱まってしまうということで、まあ、進行が早いタイプになると、またはです、ね、44番点座のようなものもです、ね、予後悪いということで、まあ、これらを点数付けますと、まあ、あのこのようにです、ね、あの予後が分かれてくると、これらがです、ね、全然ない人はです、ね、あの 100, 100ヶ月で70%以上の方が生存。 一方ですね、これ、たくさんあるとです、ね、用語が悪くなってしまうということで、まあ、あの最初の診断時にです、ね、こうきちんと診断をして、用語がどれぐらいであるかということで,です、ね、治療戦略を立てていく必要もありますので、まあ、きちんとです、ね、用語分類をしてから治療を開始するということが重要かなというふうに感じております。で、これがですね、c a r t 細胞療法の説明になりますが、患者さんのリンパ球をまず取り出します。 そそしてそこにでですすねね遺伝子を入れるんです、ね、でこの遺伝子はですね先ほどモノクロナル抗体があの発明されたと言いましたが、そのモノクロナル抗体のですねを産生する遺伝子をここに入れ込みますね、でもう1つはですねこのリンパ球が増幅して、がん細胞をやっつけるような遺伝子も入れると。 そしてこれを増やしてから患者さんに戻すということですね。ですから今、このリンパ球を取ってアメリカに送って、アメリカで,ですねこう遺伝子導入して増やして、また日本に送られて投与するということになりますので、時間がかかるということと、製造枠が決まっているというのがネックになるわけでございます。でそれ以外の治療としては、抗体にですね抗がん剤がついているもの、または先ほど言いましたように、腫瘍とですねリンパ球に結合できる、 抗体も作成されていると。<laughs> 一方ですね、たくさん薬はあるんですが、3歳から4歳効かなくなったような人は、えー、やはりですね予後が悪くなってきて、例えば5歳効かなくなったような人は、これ、ちょっと昔のアメリカのデータですが、5.6か月というようなデータも出ているんですね。まあ、あのこのような患者さんに対して、ですね先ほどのカーティー療法が非常に効くと。 ということでございますこれが今、日本で使えるあのカーティー療法ですが、この方たちはです、ね、全治療6、平均で6ということなんですが、このような人に対して、ですね効果が81%、完全走行が39%というデータが出ておりまして、生存期間もですね中央値が19.4ヶ月というふうに出ております。 ただですね、1回投与するのに、ね、3264万ということで、効、ま、果、あ、であるということも事実でございます。そしてこれがです、ね、アメリカで使われているもう1つのカーティーでございますが、これもです、ね、全治療中央値が6ということで、かなりいろんな治療をした人に対してです、ね、オーバーオーリスポンスレート、まあ、走行率が約98%、そして完全走行が82.5%ですね。 それで、再発するまでの平均期間の中央値がです、ね、約3年34.9ヶ月、そして27ヶ月時点の生存率が70.4%ということで、まあ、非常にです、ね、有効な治療ではないかと考えております。えー、そしてです、ね、まあ、この試験はですね、他の試験と比較した試験ではないんですが、患者の背景印象を調節して比較したところです、ね、日本で使えるこのアイデセルは、 他の治療に比べると、このように非常に有効であると、そして、えー、アメリカで今使われているシルターセルもです、ねまあ、非常に有効であるということが報告されております。で例えばです、ね、このこの今使われているカーティーはです、ね、腫瘍が発現している BCMA というタンパクに結合するんですけれども、これをターゲットとした治療としてもです、ね、抗体と薬物が結合している。<coughs> 薬剤とかですね、先ほど言いました、二重特異性抗体もありますし、そしてカーティーもあるということですね。ですから、この b c m、MM、o をターゲットにいろんな薬が開発されていると、そしてですね、このターゲットはですね、他にもあるんですね、えー、例えば GPRC5D、これに対する c ーティーもです、ね、もう報告されて、論文化されていますので、将来的にはこれに対するカーティー、これに対する二重特異性抗体も使われるようになるであろうと思っています。他にもですね、 FCHR5 とかスラム F7 に対するあの治療薬も開発されてますので、さらにです、ね、新しい薬がです、ね、どんどん開発中でありますので、さらに横、ね、は改善するのではないかというふうに期待しておりまますす以上でごごご清聴あありりががととううざざいいしたます。 あの質問もいくつか頂戴しておりますので、ちょっと一つ読ませていただきますね、えー、多発性骨髄腫は治らないと言われていますが、治癒の可能性はありますか？この70歳代の男性の患者の方からいたきしたはい。ありがとうございます。あの治癒になると非常にいいんですけども、その治癒の定義もあのあ<ー>いろいろあってですね。はい、あの、骨髄腫でない病気で。 亡くなった人とかですね、20年生存したい人とか、ねはいまあ、いろいろ定義はあるんですけど、ただ先ほどお示ししましたように、はい、現在でもですね、移植した人は20年生存率が14%ぐらいあるわけですね。ですからかなり長期間ですね、コントロールできることは間違いないと。うん、ただ、 治癒の判断というのはずっと見ていかなきゃわからないのでその辺治癒の可能性があるかどうかに関しては、まあ、非常に難しいところなんですけどただです、ね、先ほどお示ししたカーティー療法とかはです、ね、今はです、ね、3種類以上の治療をしないと使えないんですよ。保険的に<ー>なぜかというとそういう治験をやっていたので、はい、1>, あの1回目の再発で使う治験はやってなかったので今は使えないんですけど,どもうそれはもうすでにやられていて報告されているんですね。ね回目の再発で使った データと2回目の再発で使っているデータはそれはもう論文化されているので将来は1回目の再発で使えるようになる可能性があります。でなおかつです、ね、今、進行している治験ではです、ね、初発の人にカーティーを使っているんですよ。<ー>そうするとです、ね、カーティーっというのはそのリンパ球の活性が、ね、あのいい状態で使うと余計効果が出ると言われているんですね。で6種類ものを治療している 患者さんはです、ね、そのリンパ球がちょっと疲れてるんです、ね、疲れてるリンパ球でカーティーを作るとあんまり効果がないと言われてるので、初発で使えばです、ね、ひょっとするとです、ね、治る人が出てくるんではないかと私は期待していますけれども、今それはです、ね、あの移植非適用の患者さんに対する初発のカーティー療法は、あの全世界でも登録が終了してるんですね、結果は多分3年後ぐらいに出ると思いますけれども。 その頃ですね、どれぐらいの人が再発でないかデータで将来的にはひょっとすると初発の人にカーティが使われる時代またはその二重特異性抗体も初発の人の試験が始まっているんですね。はい、ですから新しい薬、最初はですね、この後ろの方で使われるんですけど、だんだんこう前の方に来るわけですね。 強力な治療を前でやることによって治癒が期待できるのではないかと期待しておりますがまだデータが出ていないので、はい、これ以上のことはちょっと今の段階では言えないということでございます。はい、ありがとうございます。あと60歳代の男性の患者さんから原発性マクログロブリン結晶は進行するまで治療しなくてよいと言われていますが、うん、では進行を遅らせるという治療はないのでしょうか<あ>というご質問なんですあの抗がん剤を使うと進行は遅らせることはできるんですが、はいはい、先ほどですね あの骨髄腫のところでもお話しましたけれども、あのまだ治療し,し,てしなくていいような人に対してです、ね、治療すると抗がん剤の副作用が出るわけですよね。 あの人によってはですねかなり長期間ですね進行しない人もいるわけですよ、長期間進行しない人にあの抗がん剤を使うというのはその副作用のデメリットだけで出るということで、一応、ガイドラインでもですね今年新しく出た2023年の日本のガイドラインでも症状が出るまでは治療しないで結果観察するということで、あの進行、非常にね遅い疾患ですので、ねあんまり心配なさらないで、定期的にチェックして、ですねあの治療が必要な 時に治療を介するということであの予後は悪くはなったりしませんので、はい、あまり心配せずにです、ね、定期的にチェックしていいただければと思います、はい、どうしても、ね、白血病ってそのイメージが、ね、自分がインパクトをその病名とあるいは、まあはい、ドラマですとか、はい、人からの話とかでインパクトが一番強い時のままの,その情報で自分の中のイメージが止まっているということがあるので今みたいに最新のお話いろいろお薬のタイムラグがあって、はいあのね、ドラッグラグのお話などもありましたので。 精神的にあまり追い詰められずに治療の方法を相談できるということそれとやはり今、全世界で,です、ね、あのいろんなあの血液学者もそうですし、はい、あの製薬会社も新しい薬を開発していますので、ねはい、さらに新しい薬が今日紹介できなかった薬がです、ね、あの開発されている。 最中ですので、はい、やっぱり先ほどの慢性骨髄白血病のようにある薬がバッと出るともういきなり予後が変わっちゃうというようなう、ね、あの時代ですのでそういう薬が今後出てくることを期待したいと思っています。はい あのもう一方ね、えっと T 細胞性オール急性リンパ性白血病の方からいただいています。診断治療方針などにゲノム医療が関わってくると思うのですが、今後大きく変わるとしたらどのようなことが期待できるか教えてくださいでで、ね、というご質問です。ゲノム医療というよりやっぱり最近は免疫治療の方に移行してきてます。はい、ゲノムですとやはりですねターゲットがですねなかなか難しいんですね。うん、先ほどの慢性骨髄白血病のように一つの遺伝子異常だけであれば、はい、ターゲットしやすいんですけれども、あのいろんな遺伝子異常が 起こるのがあの急性性リンパ性白血病でで多いんですねだから1つのターゲットだけではなかなか効かないとそうすると、はい、がんの表面にあるタンパクを攻撃する免疫治療の方があがいろんな患者さんに有効であるということで、まあ、リンパ性白血病に対してもカーティー療法があの有効ですのでねやっぱりあの、まあ、二重抗体も 機能してますので、そういう免疫療法が今後ですね。はい、どれだけ発展していくかが、あの今後予後を改善するあの気になるかなというふうに感じております、はい。ありがとうございます。あの、本当に膨大なね。情報を駆け足でお話しいただきました。ありがとうございます。最後に先生から皆さんへメッセージをいただけますでしょうか。はい、それでですね。あの患者さんと接してるとですね。すごくね。元気で。 あの治療している人とです、ね、ちょっと悩みすぎちゃっているような人もいるんですね、それであのがんになったとっいう現実はです、ね、あの変わらないんですけれども、やっぱり捉え方でやっぱり日常の生活、楽しく過ごせるかどうかというのは変わっているかなと思うんですね。ででききないここととに注目するるよりです、ね、やっぱりできること 例えばです、ね、あの入院しててあのいろんなことができなかったのが、通院になってです、ね、あのレストランにも行ける、仕事もできる、まあ、そういう方に注目してです、ね、例えば日常生活より20%なんかできなくなったことがあるということにあまり注目しないです、ね、できることを注目して、あのきちんと主治医の先生とあのコミュニケーションを取ってです、ね、あの治療法を続けていただきたいと。 新しい薬ができるかというのはその疾患によっていろいろ異なるんですけれども必ずこう前進してますので、ね、いずれはその皆さんの疾患に対してです、ね、新しい薬が出てくる可能性が高いというふうに考えてますので、はい、今仮になかったとしても将来的に出る可能性が高いということをです、ね、あの希望を持って治療にあの治療に。 挑んでいただければと。それであの医師、看護師、家族、みんな、あの皆さんのサポーターですのでね。はい、あの、いろんな悩み事があれば、あの気兼ねなく相談していただいてですね。あのみんなでですね、治療をコントロールしていくということが、あの重要なのかなというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。そうですね。できなくなったことを数えるよりも、できることを増やし、なるべく自分の中で。 増やしていくっていう気持ちの持ちようっていうのも、はいはい、大きいかもしれないですねその手助けに皆さんなってくださるということですよね、はい、医療従事者の方たちも、はい、ありがとうございます以上もちましてクロージングセッション明日へつなぐ血液がの治療を終了とさせていただきますお忙しい中お話を伺わせていただきましたのは日本赤十字社医療センター血液内科部長の石田忠夫先生でした先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい 以上をもちまして、今年の血液がんフォーラム、すべてのセッションを終了とさせていただきます。昨日と本日の2日間連続でお届けしてまいりました血液がんフォーラム、今年で5回目の開催となりました。皆様いかがだったでしょうか。今年はガイドラインの改定などもありましたので、新しい情報をたくさん皆様にお届けすることができたのかなとも感じております。また、来年も血液がんの最新の情報を皆様にお届けできるように、開催をできるようにと思って おります。そのためにも、皆様へアンケートのご協力のお願いです。次回の参考にさせていただきますので、ご感想ですとかご意見、あとこういったことをテーマに取り上げてほしいということ、ぜひ、忌憚のないご意見、お寄せください、お待ちしております。長時間にわたりまして、ご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。